こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、第106回、最強のコアバナを探しに、お送りいたします。では、早速。第1話目は、人なし坂、です。どうぞ。俺の中学生の時の話を問うか。俺は週末に、中学で仲良くなった友達 A のところに、泊まりに行くことになっていた。A の家は A 山という山の中腹にあって、俺の家は山のふもとにある。双方の家ともに、一番近くのコンビニに行くのに車で30分もかかる寂れたところだ。泊まりに行く前日に、A の家の場所がわからないので、山の地図を持って A に家がどの辺にあるか教えてもらった。地図上で見れば、俺の家とはかなり近かった。が、A の家まで行くには、山の周りにある道路に沿ってぐるりと遠回りしなければならない。その距離、10キロ。真夏の暑い中、10キロも走るのか、と少しげんなりしていた俺は、地図の中を走る一本の道を見つけた。その道は、俺の家から少し行ったところから始まって、山を一直線に登り、A の家のすぐ近くで終わっていた。長さは5キロほど。この道を使わない手はないだろう。こっちの道の方が近いやん。ああ、でもこの道なぁ、舗装もされてないし、急やし、人も全然通らんからやめた方がいいで。通れるんやろ？まあ通れるけど。まあええか。そっから来いや。ということで、その道で行くことになった。その晩、家族に、こんな道全然知らんかった、とその道のことを話した。両親は、そんな道あったんやねー。とかなんとか言っていたが、じいちゃんは一人眉間にシワを寄せ、難しそうな顔をしている。どうやら、この道のことを知っているようだ。この道は正式な名前はわからないが、この辺では人なし坂というらしい。何か名前に曰くがありそうだったが、まあ、どうでもいいことだ。さて、翌日、A の家に行く日がやってきた。家を出ようとする俺に、じいちゃんが真剣な顔で話しかけてきた。A か、B。あの坂は、夜になったら絶対通るな。絶対や。今じいちゃんと約束してくれ。と、なぜか本気で心配している。わかったわかったと一応言ったが、気になるので理由を尋ねた。すると、あの坂には、昔っから化け物がおる。昼間はなんともないが、夜になると出てくる。だから絶対通るな。なんだ年寄りの迷信か、と思った。俺は幽霊なんて信じていなかったし、ましてや化け物や妖怪なんて、すべて迷信だと思っていた。心の中で少しじいちゃんを馬鹿にしながら自転車を走らせると、人なし坂が見えてきた。本当にどうして、こんなに近いのに今まで気づかなかったのだろう。坂は少し急になっており、一直線。地面は剥き出し、左右の道端にはとても背の高い草が生えていて、横の景色が見えない。だが、鬱蒼としている感じは微塵もなく、真夏の太陽の光を地面が反射していて、とても清々しい気持ちになった。しばらく自転車を走らせていると、トンネルがあった。高さは2、3メートルほどで、幅は車1台がギリギリ通れるくらい。とても短いトンネルで、7、8メートルくらいしかない。すぐそこに向こう側が見えている。立ち止まらずに、そのまま通った。中は暗く湿っていて、ひんやりした空気があり気持ちよかった。その後、何事もなく A の家に着き、遊び、寝た。翌日も A の部屋でずっとゲームをしたりして遊んでいて、夕飯までご馳走になった。気づいたら、8時になっていた。まずい、今日は9時から塾だ。遅れれば親に怒られる。俺は急いで A に別れを告げ、自転車にまたがった。帰りは、いくら坂でも、10キロの道のりを行けば間に合わないかもしれない。だから人なし坂を通ることにした。じいちゃんと約束したが、しょうがない。化け物もきっと迷信だろう。月明かりに照らされた夜道を、ブレーキなしで駆け降りていった。この調子なら塾に間に合いそうだ。そう思っていると、昨日の昼間通過した狭いトンネルが、ぽっかりと口を開けていた。少し怖かったが、坂で加速していたし、通り過ぎるのは一瞬だろう。いざ入ったトンネルの中は真っ暗。頼りになるのは自転車のライトだけ。早く出たかったので、一生懸命ペダルを漕いだ。だが、おかしい。なかなか出られない。
昼間はすぐ出られたのに、今は少なくとも30秒はトンネルの中を走っている。思えば、今夜は満月で、外の道は月光が反射して青白く光っている。だから、こんなに短いトンネルなら、その青白い道がトンネル内から見えるはずだ。真っ暗ということは絶対にない。一本道なので、道も間違えるはずがない。おかし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 い。怖い。そこまで考えたら、いきなり自転車のチェーンが切れた。どうしようどうしようどうしよう。立ち止まり、焦りまくる俺。まだ出口は見えない。すると闇の中、何かがいた。浮いていて、遠くから近づいてくる。体は痺れたように動かない。目が闇になれ、それの姿がはっきり見えた。白装束を着た女だった。ただし、かなり大きな。異様に長い手足。最初は宙に浮いているように見えたが、四本足でトンネルの壁に張り付いている。そして、ゆっくりゆっくりこちらに向かってきている。と音を響かせながら。髪は地面まで垂れ下がり、顔には異様にでかい。目玉と口。それしかない。口からは何か液体が流れている。笑っている。恐怖で全く働かない頭の中で、きっと口から出てるのは血なんだろうなとか、俺はここで死ぬんかなとか、くだらないことをずっと考えていた。女がすぐそこまで来ている。1メートルほどのところに来たとき、初めて変化があった。大声で笑い始めたのだ。それは絶叫に近い感じだった。ギョーみたいな感じ。人の声じゃなかった。その瞬間、俺は弾かれたように回れ右をして、今来た道を走り始めた。どういうわけか入り口はあった。もう少し。もう少しで出られる。振り向くと、女もすごい速さでトンネルの中を張ってくる。追いつかれる紙一重で、トンネルを出られた。でも、振り返らずに、ひたすら坂を駆け上がった。それからの記憶はない。両親の話によると、A の家の前で、気を失っていたらしい。目覚めたら、めちゃくちゃじいちゃんに怒られた。後で、俺はじいちゃんに、トンネルの中の出来事を話した。あれは何なのか、知りたかった。詳しいことはじいちゃんにもわからないらしい。だが、昔からあの坂では人がいなくなっていたという。だから廃れたのだと。化け物がいると言ったのは、人が消えた際に調べてみると、その人の所持品の空傘やわらじが落ちていたからだそうだ。だから、化け物か何かに食われたんだ、という噂が広まったらしい。まあ実際に化け物はいたのだが、そういうことが積み重なって、その坂は人なし坂と呼ばれるようになった。人なし坂のトンネルは去年、土砂崩れで封鎖されて、通れなくなったらしい。あの化け物は、まだトンネルの中にいるのだろうか。それともどこかへ消えたのか。誰にもわからない。タイトル含めて、ほとんど修正なしで、漫画日本昔話のシナリオに使えそうだな。ダメと言われても通ってしまう、恐ろしいね。迷信と決めつけて危険な目に遭ったスレ主は自業自得だわな。火のないところには煙は立たない。いわくつきの場所には何かしら理由があるものさ。だが現実的には人に襲われて消えている可能性の方が高いのだから、化け物を信じろと言われて、はいわかりました、は普通ありえんわな。そうだな。野犬がいるとかホームレスやひったくりが潜んでるとか、そういう言い方されたらあえて近づこうとは思わないかもな。では、皆様の米を見ていきましょう。年寄りの言うことは聞かないと。夜のトンネルとか絶対通りたくない。ナイフ持った狂人とかいたらどうするのさ。女の霊声聞けてよかったです。では次に参りましょう。第2話目は、何か聞こえた、です。自己責任注意。今年の夏、今までの人生で一番怖い体験をした。最初は誰かに話すなんて考えられなかったけど、だいぶ落ち着いてきたので10日。自分の家は中国地方の山奥の田舎にある。俺はそこでちょっとした自然愛護のクラブに所属していて、いろいろイベントを企画したり参加したりしていた。
家から車で20分ほどのところに〇〇山と呼ばれる山があるんだが、主にその山を舞台にして、クラブのメンバーで登山やキャンプなどを催していた。その〇〇山で近々、一般の参加者を募ってクラブのメンバーで山のガイドをしよう、という企画が持ち上がった。〇〇山の魅力と自然の美しさをもっと地元の人に知ってほしい、というのが発端。俺はその企画に賛同し、イベントの下準備などを受け持つことになった。俺の担当は、必要な道具などの準備と、ガイドする場所の選定。何度も登った山だけに案内はほぼ熟知しているが、やはり一度山に行って実際に歩きながら考えようと、休日に一人で〇〇山へ向かうことにした。その日はいい天気で、絶好の登山日和だった。俺はデジカメを片手に、要所要所でガイドのパンフで使う写真を撮りながら、純粋に登山を楽しんでいた。そうして目標地点まで半分あたりに来た頃、湧き水の出る休憩所で一休みしていると、少し天気が陰ってきた。帰ろうかと思ったが、イベント当日ではもっと上の方まで上がる予定だ。もう少し歩いて、天気が荒れそうなら引き上げようと、荷物を持ち直す。と。うん？何か聞こえた。人の声みたいだったけれど、と、周りを見渡す。自分が歩いているのはちゃんとした登山コースだ。別に人と遭遇しても何もおかしくはないが、前にも後ろにも人影はない。風の音が人の声のように聞こえただけか、と思い直して歩き出すと。また聞こえた。聞こえてきた方は、コースからは外れた藪の方からだった。男とも女ともつかないが、か細く弱々しい感じの声。誰かいるんですか？もしかすると怪我でもした登山客がいるのかと思い、声を張り上げた。だが、返事がない。少しためらったものの、藪の中へ向かってみることにした。気のせいならそれでいい。けれども下助けを求める人の声だったらと思うと、確認せずにはいられなかった。誰かいるか？声を上げながら進んでいく。ヤブは小柄な人ならすっぽり隠れてしまうほど高く、もし人が倒れていたら発見は困難だろう。ヤブをかき分けながら注意深く周りを確認して進んでいくと、唐突に開けた場所に出た。そこは、自分も初めて見る場所だった。あれだけ密集していたヤブが急になくなり、湿った土の地面にポツポツと木が等間隔で生えている場所。それらの木にはしめ縄がついており、その木々に囲まれるように、朽ち果てた木造の小屋のようなものがポツンと立っている。それはどこの家にもある物置小屋のように見えた。俺はしばらく言葉を失い突っ立っていたが。よ。またあの声が聞こえてはっと我に返った。この先の小屋の方から聞こえた。間違いなく人の声だ。確認しなければ、と思ったが、なんか嫌な予感がした。まず、ここは何だろう。こんな場所、俺は知らない。今まで何度もこの山に登ったが、こんな場所があるなんて聞いたこともなかった。周りの木々で光が遮られているため薄暗く、どうにも不気味な感じがする。よ。それでも、聞こえてくる声は気のせいじゃない。人がいるなら確認しないと。しかし、大声を上げて呼びかける気にならず、息を潜めて、足音を立てないように、静かに小屋へ近寄っていった。そうして小屋の前まで来て、俺は後悔した。小屋には扉があったが、その扉にはボロボロになったお札らしきものがびっしりと貼り付けられていた。元は白かったのだろうが、遠目には茶色っぽく汚れていたそのお札が、扉の色に溶け込んで見えなかったのだ。扉には南京錠がついていたが、経年劣化によるものか壊れていて、プランとぶら下がっているような状態。そのせいで扉が少し開いていて、隙間ができている。よ？声が中から聞こえた。この時俺はもう泣きそうな心境だった。普通に考えて怖い。あまりにホラーすぎる。ここから逃げたい。その一方で冷静な思考もあった。幽霊や怪物なんているわけがない。不老者の類かもしれないが、山で迷ったか怪我でもした登山客が、一時しのぎの仮宿としてここを使ってるとしたら。そう、やはり確認くらいはした方がいいんじゃないか？と。どのくらい迷ったか、俺は後者の思考に従った。扉に手をかける。クイッと押すと。
と埃をボロボロ落としながら扉が開いた。中を覗き込むと、人がいた。こちらに背中を向けて、部屋の中心に立っている。女だ。着物なのだろうが、まるでボロボロの白い布切れをまとったような服装で、頭はボサボサ、腰あたりまで伸びた白髪混じりの黒髪。破れた着物の隙間から見える手足は、恐ろしいほど痩せ細っていた。その足元には、犬かタヌキか、動物の死骸が転がっていた。まだ新しいのか、流れた赤黒い血が床を濡らしている。て、て、か、よ。その女性は何かボソボソとつぶやいていた。歌だろうか。聞き取れないが、一定のテンポを感じる。ああ、これはダメだ。現実離れした光景を見ながら、俺は妙に冷静にそう思った。見てはいけないものを見た。関わってはならないものだ。逃げよう。俺が一歩後ずさると、女がぐらっと揺れて、顔を左右に振り始めた。ブルブル、ブルブル、ブン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 。振り幅がだんだんと大きくなり、長い黒髪が大きく振り回される。出てーさーいかーよー。何を言ってるのかさっぱりわからないが、とにかく異常だった。俺は逃げた。全力で来た道を走る。多分この時、俺は無表情だったと思う。すべての感情を凍らせて、何も考えずに逃げる。少しでも何か考えれば、悲鳴一つでも上げれば、正気と強行の拮抗が崩壊してしまうと思った。パニックに陥るのを阻止するための本能だったのかもしれない。ヤブをかき分けて、元の登山コースに転がり出る。そこで呼吸を整えながら来た道を振り返ると、20メートルほど離れたヤブの中から、黒い頭が出ているのが見えた。硬直した。頭しか見えないが、あの白髪混じりの黒髪はさっきのあいつだ。動かずに立ち止まっているようだが、追ってきてる？すぐに一目散に逃げた。登山道をひたすら駆け下りていく。走りながら首だけで後ろを見る。登山道横の木の陰に白い着物が見えた。さっきよりも近くにいる。また走る。走る、走る、振り返る。木の陰に白い着物。さっきよりもさらに近い。と、恐怖でうめき声が漏れた。だるまさんが転んだを連想してもらえばわかりやすいだろうか。走りながら後ろを振り返ると、さっき振り返った時より近い位置に立っている。全力で逃げてるのに、振り返った時、そいつは今まで走っていた素振りもなく、さっきよりも近い位置に立っているのだ。もうすぐ麓の民家がある集落へ出る。また振り返ると、3メートルくらいの位置に立っていた。一瞬だが顔が見えた。目元はべったり張り付いた髪で隠れていて、口がもごもご動いていた。前を向いて、走る、走る。もう振り返る勇気はなかった。次に振り向いたら、俺の背中ぴったりのところにいるんじゃないか。ぜひゅ、ぜひゅ、と呼吸困難寸前になりながら、集落へ。最初に目についた家に飛び込み、呼び鈴を狂ったように連打した。誰か、誰か。俺が騒いでいると、家の中からおばあさんが出てきた。なんだ今、どがしただ？俺の様子を見て驚くおばあさん。そりゃそうだろう、いきなり大の男が息を切らしてやってきたら。すいません、あの、俺の後ろ、何かありませんか？何もあらあせんがな。言われて恐る恐る振り向くと、確かにあの女の姿はなかった。これが俺の体験。クラブの仲間に相談しようかと思ったが、誰かに話すのも怖くてやめておいた。予定していた〇〇さんでのイベントも、当然俺は参加拒否。あれは何だったんだろう。最初は詳しく調べる度胸なんてかけらもなかったが、今はだいぶ恐怖も薄れてきた。来年あたり、少し探りを入れてみようかなと思っている。怖え。探りを入れたらヤブヘビの気がする。やめた方が良くないかな。うわぁ、多分地元の話だ。〇〇山ではなく〇〇さん、そして方言。登山道、何度か歩いてるけど、もう行けない。やまんばかねぇ。祠だか社だかが壊れているなら、放っておくのもまずいな。山には入らず、その周りの集落で聞き込みでもして、また新たに作り直して祀るなり封じるなりせんとまずいだろうな。お前さんは決して山には行っちゃいかんよ。すでに縁はできている。
読んでる最中から胸騒ぎ。読んじゃいけない話だったのか。ひぃ、追われる恐怖をまざまざと感じた。だるまさんが転んだ、がトラウマになりそう。鳥取かと思った。まるまるさん、人名っぽく呼ばれる山に心当たりがある。つかこの話読んでから寒気が止まらん、何これ。多分現実にはその子やないんだろうね。そっちの世界と繋がっちゃったんだね。最初から見入られちゃってたんだね。行くなと言っても行っちゃうだろうな。台風の日に川を見に行く老人のように、呼ばれる。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。歌だろうか、が、豚だろうか、に聞こえたせいで、歌声を豚の鳴き声と思い、女を豚扱いする辛辣な一致、に思えて怖い話なのにふふっとなってしまった。緊張感あっていい文章。題名、何か聞こえた。自分、今日はどんな話かな？再生。ここに何が入る？猫。そこに猫はあるんか？なんでやねん。アイガー、一番、アイフルー。アイフルが聞こえる。デンプシーロールやな、これは怖いよ。では次に参りましょう。第3話目は、行方不明になった友人の話、です。どっぞ。大学3年の秋頃、友人の A が行方不明になった話をしようと思う。大学3年ということで就職活動が始まり、少し忙しくなった頃、当然ながら単位を落とさないために出席日数を気にする学生がほとんどだった。そんな中、俺の友人の A だけはこんな時期にも趣味に生きているようなやつで、出席日数に余裕がある講義は気軽に休んでいた。A の趣味は廃墟巡り。と言っても、心霊とかの類ではない、普通に廃墟のノスタルジックな感じが好きだと常々語っていた。で、スマホもそういった廃墟を撮影するために性能のいいものに買い替えていて、講義の合間の暇な時間とかに撮影したものを自慢げに見せつけられたものだ。その中には、まるで秘境で撮ったような奇跡の一枚や、今昔の儚さを収めた哀愁漂う遺跡のような一枚もあったので、俺も素直にその魅力に引き込まれることもあった。だが、中にはまるでホラー映画に出てきそうな手入れのされていない民家の外観画像や、内装を記録したものがあったりもする。A に聞けば、こういったあからさまな岩くつきっぽい廃墟には近寄らないようにしているそうだが、記念に外観の画像だけは撮影しているそうだ。ただ、一度は事故物件に立ち入って寝泊まり検証してみたいとはよく話していた。この前少し離れたところを散歩してたらすっげえいい場所見つけてさ。多分、あそこ誰も住んでないと思うから今度行ってみるわ。ある日、A は気色満面でそう言ってのけた。以前から話していたように、隣家がなく、人の目が届かない絶好の穴場を見つけたようだった。俺は、いや、住居侵入はまずいっしょ。と、A が俺の忠告を聞くわけもないと思いながらも一応は注意しておいた。案の定、A は、大丈夫、大丈夫。と頭は完全にその廃墟に行くことでいっぱいの面持ちだった。それが A と話した最後になるとは、この時の俺は思いもしなかった。最初は、最近 A 見かけないな、と感じる程度だったが、それが1週間、2週間、3週間と続いた時にはさすがに事件性を疑い、大学の事務に問い合わせた。そうすれば、A の両親から休学届が出されていることを知った。ただ、それ以上はプライベートなことなので休学の理由は教えてくれなかった。A を知る他の友人たちと。マジでどうしたんだろうな？なんて話すこともあったが、A が大学に来なくなってから一月が経とうとしたある日、俺のスマホに通知が入った。レジュメ作りに没頭していた俺は最初こそ無視していたが、ふと表示された差出人を見れば A の名前が刻まれていたので、慌ててスマホを拾い上げて内容を確認する。A からの LINE 通知だったが、本文はなく、ただ尺が60秒ほどの動画ファイルが貼り付けられているだけだった。俺は不審に思いながらも動画を開いた。再生して間もなくは完全な暗闇だったが、次第にぼんやりとした光源に照らされた畳敷きの和室が映ると、その中心に油をかいた A の姿が映り込んだ。
翼配線作業中に手元を照らす棒状の LED の作業灯があるが、それに似た照明具を部屋の隅に置いて明かりを確保しており、正面には三脚で固定されたスマホが置かれ、自撮りをしているような光景に見えた。ただ、一つ違和感があったのは、そんな光景を第三者視点で撮影したような俯瞰動画をわざわざ送りつけてきたことだ。A の趣味を知っていた俺は、おそらく、A が廃墟で寝泊まりする様子を撮影しているのだろうと理解したが、それにしてはこの動画へのカメラ目線が一切ないことから、変だな、とは思っていた。動画の内容自体は A がただ三脚のスマホに向かって、ブツブツとコメントをしている様子を映したもので、これといって最初から最後まで山場はない。そんな中身のない動画だったから、本当に何の目的で送ってきたのかわからなかった。ただ、通知が来た今なら A と連絡が取れるのではと思いたり、俺は、この動画何？と当たり障りのない感想を打ち込んだ。しかし、一向に A から既読がつくことはなかった。翌日、大学で友人たちに A から LINE が来たことを伝えると、他の友人は、マジ？と身に覚えがない様子だったので、どうやら俺にだけ送られてきたことが判明した。内心、A にとって俺が一番の友達だったのか、なんて恥ずかしいことを考えたが、それと同時に、この動画に込められたメッセージがわからずにやきもきしたのを覚えている。A からのリアクションがないまま数日が過ぎた頃、再び A から動画が送られてきた。相変わらず本文は綴られていないが、今度はサムネイルの段階から例の部屋が映し出されていたので、中身をなんとなくだが想像できた。だが、いざ再生すれば、俺の考えがいかに浅かったのかを思い知らされることになる。全体の尺は約72秒。冒頭の20秒ほどはほとんど前回の動画と同じで、A が固定されたスマホに向かってブツブツ何かを唱えている様子が、第三者視点で映っているだけだった。だが、20秒を過ぎたあたりから、不意に A の視線が初めてカメラ目線に向けられたかと思えば、途端に A の表情が曇ったのだ。そして、開いた口を小刻みに震わせて、あわわわわわ、と漫画のようにうろたえ始める。最初、ちょっと面白かったのでふふっと鼻で笑ってしまったが、A の表情が急激に青ざめていくのを目の当たりにして、少し動悸が早くなった気がした。しばらく見続けていれば、カメラに目線を向けたまま硬直する A が、瞬間的に飛びのいた後、畳を蹴るように後ずさるとそのまま襖に背中をぶつける。まるで得体の知れない何かから逃げ出すような、そんな怯えた動きだった。カメラから少し遠ざかったせいで表情を読み取ることはできなくなったが、A は腕で自分の視界を遮るように隠して身を丸くする。その様子は恐ろしいものから距離を取って怯える仕草そのもので、俺は A が何にこんなに怯えているのか少し興味が湧くと、動画の先が気になりスマホ画面を食い入るように覗き込んだ。そして55秒を過ぎたあたりでカメラが揺れ動くと、まるで人が段差を飛び降りたように画面がガクンガクン上下した後、今まで俯瞰視点だったカメラが A と同じ目線の高さに移動する。それから動画は隅で身を丸くした A とゆっくり近づいていく。俺は今まで定点カメラだとばかり思っていたが、どうやら勘違いだったようだ。カメラが動くということは、A の他にこの動画を撮影している人物が同伴していることになる。A が廃墟巡りに友人を連れて行ったなんて話聞いたことがないが、もしかしたらこの日は友人同伴で泊まり込んでいたのかもしれないと考える。廃墟とはいえ、以前まで人が住んでいた場所に一人で寝泊まりするのは誰でも怖いものだし、A が誰かを連れていても不思議ではない。それにしては、A のこの怯え切った表情はどういうことなのだろうか、とは考えていたが。しかし、俺がいぶかしながら視聴していると、70秒を過ぎたあたりで突然 A が、ああ、と絶叫したところで動画が終わる。あいにくマナーモードを解除していたせいで、A の絶叫は音割れして俺の聴覚を通り抜け、猫のように体全体が飛び跳ねるほど驚いた。思わずスマホを投げ飛ばしそうになったが、幸い、手から滑り落ちただけにとどまり、床に軽く衝突しただけで済んだ。ビビった。未だ動悸が止まない胸をさすりながらも、俺はスマホを拾い上げてもう一度同じシーンをミュートで再生する。A の絶叫が鳴り終えるとほぼ同時に動画は終わっていたので、その先の映像はない。
映画この後どうなったのかわからないまま、俺は A の身に何かが起きたのではと不安に駆られるが、連絡がつかない今、それを確かめる術がないとわかればどうしたものかと頭を悩ませた。マジで何なんだよこれ。その後も何度か再生してみるが、今回の動画でわかったことは、A の他に動画を撮影している同伴者がいることだけだった。映像的には A がその同伴者に気づいてからものすごく怯えているように見える。だが、そうなると1本目の動画の段階ではおそらく A は撮影者に気づいていないことになる。だとすれば、この動画の撮影者は A にバレずに盗撮していたのだろうか。こんな場所でいくら考えようが答えに行き着くはずもないのに、俺は無駄に頭を使っていた。ただ、一体誰が何のために A の動画を撮影し、俺に送りつけているのか。それが気になってしょうがなかった。差出人が A なのは間違いないが、以前 A とは連絡が取れないし大学にも来ていないので、A に成り代わった誰かが送っているのではと嫌な方向に考えが傾いていく。最悪なケースは、A がスマホを取り上げられており、自分で連絡ができない状況に陥っていることだろう。監禁、誘拐なんかを連想するが、この程度で警察に通報すべきかどうか決めかねている自分がいる。翌日、俺は大学の事務に赴いて、A と連絡が取れないから A の実家の連絡先を教えてほしいと訴えた。しかし、やはり他人に生徒の個人情報を、しかも実家の電話番号を教えることができないと、事務員は顔をしぶるばかりだったので、俺は、じゃあ、俺の電話番号を教えるんで、向こうから俺に連絡を取ってくれるように伝えてくれませんか?と必死に食い下がった。かれこれ1ヶ月以上 A と連絡が取れないことや、何か事件に巻き込まれていればそれこそ警察沙汰になると訴えれば、ようやくその形で承諾を得ることができた。ただ、A の両親と事務員が連絡を取れたとして、いつ俺のスマホに連絡が来るかはわからない。そのため、A の両親からの連絡を待つ間、俺は空いた時間を見つけては、A がどこの廃墟に行ったのかを特定する作業に没入し始めた。思い立ったが吉日、俺は A との LINE の履歴を遡り、何か手がかりがないかを探し始めた。A はよくオフロードバイクに乗って廃墟の下見を兼ねた遠乗りをしていて、そのことを散歩と称してよく話してくれた。つまり、A の行動範囲はバイクを前提に考える必要がある。これまで培ってきた俺と A の LINE 履歴はかなりの長さがあるが、そんな膨大な書き込みの中を遡っていると、一枚の写真を行き過ぎたところでスクロールする指が止まり、巻き戻す。そして、その写真を拡大してみればかなり古い民家を写したものだとわかったが、これこそ A が以前話していた廃屋だった。年季の入った瓦屋根が特徴的な平屋で、正面の塀から覗く庭は雑草が膝丈まで伸びていて、人目にして誰も手入れしていない空き家だということが見て取れる。すりガラスの玄関引き戸の横にはシンクの郵便受けがついていて、ひときわ視線を引きつけていた。俺は、この平屋に A が訪れた可能性は高いと睨んだ。日当たりの悪さから、見るからに陰気で邪気をはらんだ印象だったが、くまなく外観を観察すれば、塀の一部に番地が刻まれたプレートが打ち付けられていることに気づいた。塀の外にも雑草が生えているせいで草がプレートに被って読みづらかったが、画像編集アプリでシャープにすれば、ギリギリ解読できる範囲だったのですぐに解読を始める。そして、その番地を Google で検索すれば冒険の硬い中にたどり着いた。さらにその場所を Google Earth で調べるが、残念ながら Google カーはそこまで撮影に入っていないのか、最寄り駅はともかく、家の周辺を見ることは叶わなかった。しかし、航空写真で場所は特定できた。次に乗り換えアプリで時刻表を確かめると、俺の家からでも電車やバスを使えば片道2、3時間で着くこともわかった。あとは本当に写真に写る民家に行くかどうかなのだが、次の休日までに A の両親から連絡が来なければ行ってみようと思った。だが、さすがに一人でこんな雑草に囲まれた民家に行く勇気もないので、俺は誰か一緒についてきてくれないものかと、友人の顔を思い浮かべる。そうだ。こんな時こそ B がいるじゃないか。そこでひらめいたのは B という、俺と A の共通の友人だった。そんな B も確か一度心霊スポットに行ってみたいと話していたことを思い出し、この機会に誘ってみることにした。B に、A が最後に行ったっぽい廃屋に行ってみないか?との内容の LINE を送ると、約1時間後くらいに。
面白そう、いいね。と返事が来た。そしてその勢いのまま、A の両親から連絡がなければ次の休みに決行する旨を伝えると。よ。と略式の返事が来たので、ちょっとした冒険心から不謹慎だがワクワクしていたと思う。そして、結局 A の両親から連絡がないまま休みの日を迎えることになる。ひとまず A の両親のことは先送りにして、俺は B と最寄り駅で落ち合い、その足で、A が最後に訪れたと思われる民家がある最寄り駅を目指して出発した。A ってマジで失踪したん？いや、俺もよくわからん。B も A と連絡がつかずに結構心配している口ぶりだったが、俺自身他の奴らと同様に何も背景を知らないので答えようがない。ただ、俺宛に変な動画が送られてきた。A とはただそれだけの関係なのだ。電車の中で俺と B は A の話題で花を咲かせていたが、B は心底 A のことを心配している様子が伺えた。そんな B に動画を見せれば、なんか気味が悪いなこれ。と渋い顔をしていたが、何か A から隠されたメッセージじゃないかと、数十分の間動画をくまなく観察していた。収穫はなかったが、ただ一言。これ誰が撮影したんだろうな。とこぼした。約2時間半をかけて例の平屋がある町に到着すると、四方が山に囲まれていて圧倒される気分だった。駅周辺でよく見かけるネオンで着飾ったパチンコ店や大型ショッピングモール、ファストフードのチェーン店といったものは皆無で、閑散と開けた、ザ、田舎といった印象の街並みだった。目立つのは郵便局とか薬局の看板で、駅周辺から少し歩けばすでに民家や田畑が広がるような場所。A はこういうところから離れた場所にある廃墟とかよく巡っていたな、と思い出す。で、どっちの方向？ちょっと待って。B にせかされて俺は地図アプリを開く。幸い住所はわかっているので、入力した後は自動的に生成されたルートを辿っていくだけなんだけど、アプリが示す方角は、人間の生活感が感じられない山の方角だった。駅から歩くこと数十分。自然豊かな街並みは数十メートル間隔で民家は立ち並ぶものの、進めば進むほどその数は減少していき、山の入り口と大差のない生い茂った森林へと突入していく。いつの間にか舗装もされていない土道を歩いているが、時折、変色したトタン屋根の納屋なんかが点々と見かける辺境に出る。ただ、現在も使われていると思われる軽トラやトラクターを見かけたので、わずかながら人の出入りを感じることはできた。問題は、アプリが示すルートが、これらより一層深く入り込んだ半分山に埋もれた道の奥ということだ。マジでこの先に家なんてあんのかよ。草木が生い茂った山道を歩いている中、B が草を手で払いのけながら行ってくる。もはや道なのか、獣道なのか見分けがつかない。もしここが公道もしくは市道だとしても、もう何年何十年単位で人の出入りがないと想像できる。正直なところ、俺にもこんなところに映画撮影した平屋がある確証が持てなかった。ぶっちゃけ、平屋の画像に記された住所通りにやってきただけなのだから、行ってみないことには何もわからないのだ。それでも青臭い放烈な草の匂いに酔いながらも進んでいれば、やがて整地された痕跡のある広っ端に飛び出した。ようやくまともな道に出たと感慨深く顔を上げれば、草木の奥に家の輪郭を捉えることができた。お、あれじゃね。ぽいな。最寄り駅から早40分。俺たちはようやく画像に映された平屋に到着した。近くによって画像と見比べてみれば、随分と雑草の成長具合に差があるものだ。A が撮影したのはおそらく夏場だったのか、現物より鬱蒼と茂って膝丈まで侵食されているが、現在ではほとんど誤差の範疇かもしれないが、夏が過ぎたことで草は枯れ始めており、背丈が10センチは下がっているように見える。平屋の正面に移動すれば、塀の横の住所プレートと玄関引き戸横の赤い郵便受けが一致したので、俺と B は思わずハイタッチを交わした。しっかしボロいなぁ。本当に誰も住んでないのかな？チャイム鳴らしてみるか？てか、電気メーター見れば早いんじゃね。家の外観は昭和初期に建てられたような平屋。そんな老練の家屋を前に B が居住状況を心配するが、俺はチャイムを鳴らせば手っ取り早く留守を確認できると話す。ほとんどブザーに近い古いボタン式の予備輪だが、風化して粉まみれのボタンを押したところで当然だが反応はなかった。
続けて敷地内の少し裏手に入り込んで電気メーターを探し当てるが、やはり通電されていないように見える。念のため、水道も確かめてみようと思ったのだが、敷地のほとんどがネギ畑みたいになっているので見つけることはできなかった。再び玄関前に戻って引き戸に手をかけると、信じられないほど簡単に開いたので面食らってしまったが、すりガラス越しからすでに見えていた深淵のような暗闇が続く様子に息を呑む。おお、開いたわ。誰も管理してねえんじゃねえの？最近では家主の死去による空き家の放置が問題視されているが、ここもその一つなのかもしれない。引き戸の先は昔ながらの叩きが広がり、陰鬱とした暗がりと黄ばんだ砂壁に挟まれていた。その奥に廊下が伸びているが、昼間とは思えないほど暗くどんよりとしている。思わず緊張感から生唾を飲み込むが、いつまでもこうして攻めあぐねているわけにはいかない。ほとんど地べたと変わらない床の汚れ具合を確認して、俺たちは靴を履いたまま敷居をまたぎ、何十年分の空気が濃縮された酸っぱさを醸す廊下へ上がり込むと。と今にも踏み抜きそうなきしみを立てながら進んでいく。廊下を踏み歩けばきしみと混ざってカサカサと虫がうごめく気配を感じたが、見えないゴキブリやムカデを想像してそうけ立つ。こんなとこによく一人で泊まれるよな。スマホのライトをつけて内装を用心深く見回しながら喋る B。まさしく B の言う通りで、俺なら絶対に一人でこんな不気味な場所に、一泊しようなんて愚かなことはできない。だから B についてきてもらったのだが、A は本当に一人でこんなところに訪れて、あの動画のように泊まり込んでいたのだろうか。手前に玉のレンが下がった部屋を見つけたので覗いてみれば、予想通り、給湯器がシンク前に取り付けられた台所スペースが広がる。6畳ほどの作業場だが、現在も食器棚やテーブルも健在で、以前の暮らしぶりが手に取るように想像できた。だが、棚のガラスや食器なんかは割れて散乱しているので、それらが散らばった床は足の踏み場もない。家の間取りは思いのほか広く、この他にもいくつか部屋が存在することが廊下を隔てる襖の数で示されていた。次はどの部屋を覗いてみようかと考えていれば、不意に B が俺の肩を叩き。手分けして探すか。と提案する。お前、怖くねえの？と聞けば。A がいたかどうか探るだけだろ？どうせ誰もいないし早いところ済ませて出ようぜ。と、逆に恐怖心から、速やかに用事を済ませて出ていきたいという本心が透けて見えた。それでもこんな昼間からライトなしでは何も見えない家の中を、一人で探索したくはなかったのだが、単にビビリだと思われるのも尺なので、B の提案には時間を置いて承諾した。すると早速、B は、奥の部屋から探す。と言って廊下の突き当たりの襖を引いて中へと消えていく。こんな昼間から心霊現象だとかあろうはずがないと自分自身を納得させる俺だが、実際に一人取り残されれば孤独感が強くなり、意味もなく周囲を見回す。さっさと終わらせよう、そう思いながらも俺はとりあえず手前の襖を開けてみた。襖を開けると、仏間や床の間が置かれた6畳ほどの和室が広がる。第一印象からして空気がどんよりしている印象だったが、畳の具合や壁の色味、押し入れの配置を一別すれば、この部屋が A の動画の背景とよく似ていることに気づいた。まあ、ここまで古い物件となれば大抵は似たような作りなのだが。畳の上を歩けば腐っているのか筋子を噛みつぶしたような感触が足裏から通って伝わる。ライトをかざしてみれば黒ずんだ箇所がいくつかあり、誰かが踏み抜いた形跡が点々とあった。その流れで床の間を見れば、隅に立てかけるように置かれたユックを見つけた。近寄ってみれば砂ぼこりに埋もれていないことから最近のものだとわかる。中を覗くと、地図や手帳、空のペットボトルや携帯食料が詰め込まれていた。食料の日付を確認すると今より数年先だったことから、やはり比較的最近持ち込まれたものだという確証を得た。まさかいいのか？そう思い、改めて室内を照らして隅々をしっかりと確認する俺。すると、仏間と反対側の隅に何かが倒れているのを見つけて近づいてみれば、それがどこかで見たような三脚だとわかると嫌な汗が吹き出てきた。妙な焦燥感に駆られて姿勢を低くしながら床上をくまなく見渡せば、倒れた三脚から少し離れた場所に、白を基調としたスマホが雑に落ちているのを見つけた。おい、B、
スマホ見つけた。俺は思わずその場で立ち上がって声を張り上げた。部屋の多さと反比例して一つ一つの部屋は狭い作りだ。きっと俺の声はどこかにいる B には届いたはずだ。B がこっちに向かう間、俺は拾ったスマホの電源を入れ、中身を確認してみることにした。幸い、バッテリーは 7% とギリギリ余っていた。端末情報で所有者がわからないものかと操作すれば、そこには A の名前がこうこうと表示される。ああ、これでここに A が訪れていた証拠を得られた。A と連絡が取れなくなって、ようやく手がかりをつかめたことで一歩前進した気持ちだったが、ここにスマホが落ちているとなると、ますます A の身に何か起きたのではと不安が増した。ひとまず、A がここで撮影をしていたはずだと思い出し、俺はスマホに記録されているはずの動画ファイルを漁ってみた。新着順に並んだ黒いサムネイルには、ぼんやりと光源に照らされた A の姿がかろうじて映っている。おそらく、これがここで撮影されたものだと確信した俺は、最新のものを再生してみた。なんかおかしいです。さっきからすごい視線を感じて、なんか、すごい鳥肌が。ほら。まるで YouTuber が話すようにカメラに向かって実況する A。しきりに周囲を警戒しながらも、カメラに腕を差し出しては鳥肌が立ったと主張するが、薄暗くて満足に見えやしない。しかし、ボソボソと喋る A の口調は歯の根が合わないもので、パニックを起こす寸前の人間のように思えた。すげえなんか、見られてる感じが。二の腕をさすりながら警戒する A は、突如少し上を向いたまま硬直すると、真顔で口を震わせる。一体何が、そう思った矢先、A は。うわぁ。と叫び声を上げると後ろに飛び跳ね、その際に突き出した足で三脚を倒してしまったのか、倒れたカメラがわずかに光源を反射させた砂壁を映す。おそらく、この瞬間を第三者視点で撮影したものが俺宛に添付された動画なのだろう。それからもカメラは砂壁を映したままだが、遠くの方から A の叫び声と。やだやだやだ。許してください、許してください。ああ。という許しを請うようなセリフがうるさいくらいに響いていた。それはパニック映画やホラー映画でよく見るような、壮絶なシーンを彷彿とさせる渾身の叫びだったが、A が何に怯えて何に謝っているのかは全くわからなかった。A は何を見たのか。おそらく、俺宛に動画を送りつけたやつだ。そいつを見て A はこんなにも取り乱しているのだと考えれば、動機が激しくなるのを感じた。その後も動画を見ていくと、やだぁ。やめろ、やめろー。助けて、助けてー。と喉が裂けるほどの声量で叫ぶ A の声が入っており。と怯えている声を最後に、映像はブツンと途切れてしまった。しんと静まり返った和室に佇み、俺は再び新着順に並んだサムネイル画面をしばし呆然と眺める。A がここを訪れていたことは分かった。だが、この部屋で撮影中に何者かに襲われたように見えたので、A の安否が心配だった。しかし、いくら不審者に襲われたからといって、終始ここまで反響欄になるものだろうか。A は一体何を見てここまで取り乱したのだろう。そんなことを考えている最中、俺はふと違和感を覚える。そういえば、ここに A が来ていて、その映像を捉えたものが俺宛に送られてきたわけだが。だとしたら、そのカメラが撮影した位置は、今俺が立っている場所から振り返った先にあるのではないか？ A を少し高い画角から撮影した場所。俺は背中から視線を感じるせいか恐る恐る振り返る。闇に支配された壁際に向けてライトをかざせば、そこには壁の7割を占める大きな押し入れがあった。光を下から上になぞるようにして段階的に上げていけば、押し入れの上に天袋があることに気づく。なぜかその天袋から視線を外すことができずにいた。悪意を塗り固めた圧を飛ばされているような、蛇に睨まれたカエルの気分に近い。とにかくここに留まるのはいろんな意味でやばい。そう思った。しかし、恐怖に侵食されていく反面、一向に B から何のアクションもないことにも違和感を覚える。この家はそこまで広くないはずだし、さっきの俺の声も届いているはずだ。にもかかわらず、やけに家の中は沈黙に包まれている。B？ 俺は今すぐ B を呼んで、この恐怖の中から救い出してほしい気持ちでいっぱいだったが、
どうしても喉が締め付けられるような感じがして、大きな声が出せなかった。B。ほとんどつぶやくに等しい声量を上げ、俺は自分の情けなさに涙が出そうだった。別に金縛りにあったわけでも、まして何かが俺を脅かしているわけでもないというのに、声が出ないばかりか体を動かす勇気さえも出せない。そうした膠着状態の中、天袋を睨んでいると、次第にその襖が、と引いていくことに気づき、思わずヒットをわずった声が出た。確実に天袋の中に何かが潜んでいる。それが分かっただけですでに両足がガクガクと震え始めていた。ただ、もしかして俺に送られてきた動画や、この状況のすべてが A の壮大ないたずらなのではと、半ば現実逃避するように俺は A のドッキリ説を願っていた。しかし、俺がこの場所にたどり着いたのは、A がいなくなって1ヶ月以上経過してからであり、LINE の履歴を遡ってこの A の住所を割り出さなければ、今ここにいるはずもない。そんな成功率の低いドッキリのために A が大学を休んでまで仕掛ける意味がないことくらい、錯乱仕掛けている俺でもわかっている。ただ、この恐怖に侵された今、そんなありえない可能性にもすがりたい一心だった。そんな気持ちに支配されていたのだと思う。A か A なんだろなあ。震えた声で投げかけるが、反応はない。そればかりか、襖が6ミリ、7ミリ、8ミリ、と、じらすように徐々に開いていくので質が悪い。そんな折、廊下の奥の方から、と大きな物音が聞こえた。音に連動するように顔を向けるが、廊下に出るにはその天袋がある押し入れ側の前を突っ切る必要がある。音の出どころの方角は B が向かった家の奥だろうか。もしかして B の身にも何かが起きたのか。今頃 B も何らかの恐怖に飲み込まれて俺に助けを求めているのだろうか。助けに行きたいが、助けに来てほしい。そんな切羽詰まった状況の中、俺はどう行動するのが最善なのか足りない頭をフル回転させていた。だが、俺が答えを導き出すより早く、廊下の奥から。ああ、だ、助けて。と、情けないような、腹の底から震え上がった悲鳴が聞こえてきた。相当怯えているのか、震え上がった声は細く伸びきったもので、芸人のクロちゃん顔負けの甲高い声色だった。普段の B の声色は低いので、それだけでも B の状況が手に取るように想像できた。そして、B の悲鳴を聞いた俺は自然と体が動き、和室を飛び出していた。天袋の恐怖にがんじがらめとなった鎖を解き、押し入れを横切って廊下を覗き込んだ。ただ、俺の振り絞った勇気は廊下を見た途端、もろくも崩れ去る。廊下を見ればその最奥に B が落としたスマホが転がっているのか、ライトの明かりが上向きに放っている。そのすぐ近くに座り込んで壁にもたれかかっている B がかろうじて見えたが、そんな B の正面に白装束の人影がぼんやりと浮かんでいて、B を見下ろしていた。その人影が男性なのか女性なのかはわからない。なぜなら頭部がないように見えるからだ。加えて、白い羽織のようなものからすらりと伸びた白い手足は、常人のものよりはるかに長かった。全長もおそらく2メートルを超えているのか天井すれすれまで高く、丸まった猫背に両腕をだらんとぶら下げている状態だった。到底この世のものとは思えないそれは。とBとの距離を詰めていく。あれは一体何なんだと目を見開いて眺めていると、俺の背後からも、と音が聞こえてくる。今の俺は和室の入り口の敷居の上に立っている状態で、つまり、一歩下がると横に押し入れがある。すなわち、少し振り向くだけで天袋が見える。今の、という音は、間違いなく襖が開く音だった。前には白装束の何か、すぐ後ろからは天袋を開ける何か。この家は一体全体どうなっているんだと歯がみしていれば、と、完全に天袋が開封された音が俺を現実に呼び戻した。そして、どうしてなのか、俺は絶対に振り返りたくない思いでいっぱいだったのだが、誘導されるようにおもむろに振り向いてしまう。嫌だ、振り返りたくない。そんな気持ちを強く念じていたが、廊下の壁、和室の縁、砂壁、そして押し入れの枠へと視線が流れていくと、天袋に向き直ることになる。
あ。天袋の中からミイラに似た顔の頭部が横たわるようにして俺を見ていた。削がれたような鼻筋や剥き出しとなった歯茎。それなのに、陥没したような目元の奥からは、確かに生きている人間と変わりない目玉が動いていた。驚くことに悲鳴は出なかった。だが、犬のように激しい息遣いで、はっ、はっ、と荒い呼吸を繰り返した。今にも心臓が飛び出すか破裂するんじゃないかと思った。俺はその場で腰が抜けてしまい、まるで今しがた、廊下の奥で逃げ場をなくして身をかがめるビートそっくりな状況に持ち込まれる。A はこれを見てあんなに叫んでいたのだろうか。まるで時間が止まったような感覚だった。何もかもがゆっくり動くような感覚に溺れた俺は、天袋から覗き込む頭部がぐらぐらと這いずり出そうともがいているのを黙って見つめていた。そんな時、ふと隣に陰りを感じる。こんなに暗い家の中なのに陰りとは妙竹林だが、おもむろに隣を見上げてみれば、そこには B を襲っていたはずの白装束の何かが佇み俺を見下ろしていた。それは細長い腕を伸ばすと、俺の頭上を通り抜けて天袋へ届く。そして、中にあった頭部を掴んで引き寄せると、その頭部を自分の首元に接着させた。へたり込んでいた俺はその様子をじっと見上げて眺めていたが、それは不意に首をぐるんと下に向けて俺を覗き込んできた。ああ、完全に漏らしたわ。なんて全てを諦めて黙っていれば、それは。いやだ、助けて、許してください。と甲高い声にもかかわらず抑揚のない棒ゼリフを吐く。一瞬こいつ何言ってんだと逡巡したが、それが A が最後に発していたセリフだと思い至った時はかなり戦慄した。そして、それはミイラみたいな顔で器用にニタニタと笑みを浮かべると、大きく口を開いて、一気に俺の顔面めがけて襲いかかってきた。あ、死んだわ。そう思った時、俺の意識が飛んだ。次に目を覚ますと、俺は気を失う直前の場所、和室の入り口で仰向けに倒れているありさまだった。ひどく酩酊したような気持ち悪さを覚えて吐きそうになったが、かろうじて踏ん張ると、気を失う前の出来事を思い出し、廊下を覗く。日が傾いているのか夕焼けのまばゆい日の光がわずかに漏れ込んでいたが、相変わらず家の中は暗かったので、手探りでポケットをまさぐりスマホを取り出してライトで視界を照らす。すると、廊下の奥に人が倒れているのを見つけた。B だった。俺は体の節々が痛んだが、体を無理やり起こして B の元へ駆け寄った。B? おい、B? うん。肩を揺すれば体温が手のひらを伝わり、B が生きていることに安堵した。B は寝ぼけたように体を起こすと、まるで俺が気がついた時みたいにハッとして周囲を見渡すので、思わず笑みが浮き出てしまった。あれ?あれ?と何が起きたのかわからないといった面持ちだったが、俺は一刻も早くこの家から出て行きたかったので、平行感覚を失ったようにふらつく B に肩を貸して脱出を試みる。ただ、家を出る前に和室で見つけた A のリュックや三脚といった荷物の回収を済ます。その際、B から。これ A の?マジ?という言葉に何も答えることができないまま家を出た。家を出ればすでに橙色に空は染まっていた。キリギリスかコオロギなのかはわからないが、山々からは虫の鳴き声が聞こえた。そんな山中のポツンと一軒家から出てきた俺たちは、そのまま沈黙を続けて駅へと歩く。その帰りの電車内にて、B が。なんか、ああ。と言いかけてはため息を吐いて塞ぎ込む動作を繰り返していたが、残念ながらその気持ちを理解できた俺も疲れ切ったように押し黙る。きっと B も、あの家での体験が鮮明に記憶に焼き付いているのだろう。ただ、それが現実だったのか、恐怖に当てられてみた幻覚なのか、はたまた気絶してみた夢だったのかはわからない。それほど記憶が曖昧になって現実と溶け合っているのかもしれない。だが、A があそこにいたという証拠の荷物とスマホだけは確かに持ち帰ることができた。それだけでも前進した気持ちになったが、心のどこかで A とはもう会えないような複雑な感情が揺れていた。数日後、あれから一向にやる気が起きなくなった俺は、講義をサボって家でひたすらぐうたら過ごしていた。活力が湧かないとか、精魂尽き果てたというのか、とにかく廃人とはいかないまでも何かをする気力がなかった。そうしてぼーっと過ごしていると、不意に着信が入った。
電話を取ってみれば A の両親、父親からだった。そういえば大学の事務でそんなことをお願いしていたと思い出した俺は、誰が見ているわけでもないのに座り直して姿勢を正す。A と違って落ち着いた様子の声色だが、やはり同じ遺伝子なだけに A を想起させる声を耳で受け、少し不思議な気分に陥った。〇〇くんの携帯でよろしいですか？あ、はい。〇〇です。会話の切り出しはこんな感じだった。内容は A の休学届についてだったが、やはり家族とも1ヶ月以上連絡が取れないために、父親が行ったことだった。父親の話では、A は昔から夏休みなどの長期休暇には数週間単位でどこかに旅に出ることがあったらしく、今回もその趣味の範囲内だと思って軽視していたらしいのだが、さすがに1ヶ月以上連絡が途切れれば心配になるのが親心だ。ちなみに、これまでで最大で2ヶ月以上連絡を取らないこともあったらしく、おそらく今回も失踪する少し前から連絡がない状態だったのかもしれない。俺が A が未だに廃墟巡りで寝泊まりしている趣味を話せば、当然ながらその趣味も存じていた。そして、A はやっぱり行方不明扱いだった。父親も事件性を考えて少し前にすでに行方不明届を出しているらしいのだが、大学には復学した時のことを考慮して、休学日数がギリギリになるまで伝えない方針だった。どうして俺や B、大学の友人に A について聞かなかったのかと尋ねれば、A は大学でのことを両親に全く話していなかったそうだ。A の高校時代の友人とは地元で近かったので手当たり次第話を聞いたそうだが、顔も連絡先もわからない俺や大学の友人たちとは接点がないため、連絡が来なかったというわけだ。そこで何か A が行きそうな場所や、事件に巻き込まれるようなことはなかったのか聞いてみたが、わからない。と承知する様子が電話越しに感じられた。親元を3年も離れて遠い他県で暮らしていれば、その子供の近況を知っている方がおかしいかと俺はすぐに納得する。すると逆に、〇〇くんは何か息子が行きそうな場所を知らないか？何でもいいんだ。と切羽詰まったように聞かれたので、俺はしばしの間考え込んだ後、例の平屋のことを教え、少し前にそこに行って A の荷物を発見したことを伝えた。もちろん、平屋での恐怖体験は話していないが、A の父親から、そこの住所を教えてくれないか、とせがまれたので、俺は A の父親と LINE を交換し、住所と外観の画像、そして最寄り駅を綴った内容を送信した。おそらく警察に捜査してもらうつもりなのだろうが、あまり期待を抱かせないよう念のために、A はいませんでしたよ、とぼそっと伝えたが、父親はそれでも可能性にしがみつきたいのか感謝の言葉を押し付けられた。また、A の実家の住所を教えてもらった俺は、平屋で回収してきた A の荷物を段ボールに詰め込んで送った。これは A の父親に頼まれたことで、当然ながら代金は送金してもらったのだが、どうにもあの A のスマホを本当に送っても良いものかと最後まで判断に苦しんだ。A のスマホの中には A の、おそらく最後の自撮り動画が記録されている。当然ながら俺宛てに送られてきた俯瞰視点の動画ファイルは、A の父親に見せていない。果たして、A の父親はこれを見て正気を保てるのだろうかという心配はあったが、俺は割り切るように覚悟を決めて段ボールに詰め込んだ。数日後、再び A の父親から電話が入ると、出るなりものすごい剣幕で怒鳴られた。なんだあの動画は。何のいたずらだ。A も本当はそこにいるのか。内容はそんな感じだったが、A の父親が動画を見てかなり怒っていることはすぐに理解できたので、俺は慌てながら、落ち着いてください、とたしなめるのにかなり時間がかかった。落ち着いて話をすれば、どうやら A の父親は A のスマホに保存されたあの動画を見たらしく、A のむごたらしい叫び声を聞いて錯乱したようだ。あの動画は何なのか。A が何を見てあんなに怯えているのか。A は無事なのか。父親は思いつく限りの質問を並び立てる。当然ながら俺がその答えを知るはずもない。俺は終始なだめるだけの相打ちを繰り返すが、不意に父親が俺と A の LINE の内容に言及してきたので、俺は、しまった。A の端末だから俺宛てに送った例の動画も見られたか、と奥歯を噛んだ。俺はさらに怒鳴られるのではと思ったのだが、意外にも父親が、すまない。と謝罪した後に、何がどうなってるのか、と深いため息をついた。
父親は俺と A の LINE のやり取りを遡ったのだろう。俺が A の失踪に関与していないばかりか、A が一方的に例の動画を送りつけ、俺が、この動画何?と返信していたり、心配する内容を送っているのを見て冷静になってくれた。ただ、心のどこかで A が俺と結託して笑えないドッキリを仕掛けているのではと疑い、そっちの方が失踪されるよりよほど心が楽になると、吐きのない声で本音を綴っていたのだが、俺はやりきれない気持ちになって落ち込んだ。それからさらに数ヶ月経過したが、依然捜査に進展はないそうだ。例の家に立ち入るために平屋の所有者を探したそうだが、役所が記録する限りでは、名前は分かっても本人が存命なのか、どこに住んでいるのかが分からなかった。ただ、父親が数少ない手がかりがその家にあるかもしれないと何度も頭を下げたことで、警察は介入できなかったが、役所の人間が立ち会うことでなんとか中を見ることができたものの、特に手がかりにつながるものはなかったと語る。俺はその、押し入れとか見てなかったんですが、何かありました?久しぶりに A の父親と連絡を取った日、俺は近況報告を受けた後にそんなことを口走っていた。少し間を置いて父親は。いや、くまなく見てみたけど、A のものは何にもなかったよ。と深いため息をついたので、俺も心のどこかで安堵したため息を漏らした。そうか、親父さんはあれに出会わなかったのか。あれから約1年半が経ち、俺は激流の就職活動を乗り越えてなんとか職にありつけている。ただ、今も A は行方不明のまま見つかっていない。そして、A を思い出すたびに思うことがあるのだ。俺宛に送られてきた動画。あれを撮影した位置はおそらく押し入れの上にある天袋。つまり、あの動画は天袋に潜むミイラのような頭部が A を見ていた映像ではないかと、俺は思っている。あの時、天袋の中にいた頭部と、細長い手足をした首のない何か。俺の中ではあれが A の失踪に関係しているのは間違いないと踏んでいるが、こんな口頭無形な話を A の父親や警察に証言するわけにはいかないし、話しても頭がおかしいと思われるか、逆に犯人として疑われる確率の方が高いだろう。それにあの時は B もそれを目撃していたはずだが、それについては証言していないようだった。あれ以来、平屋での体験を B と語ることはなぜかなかったが、つまるところ、B も自分がおかしくなったと思われないように黙っているのだろう。ただ、1年以上も前のことなのに今でも俺が執拗に怯えているのは、俺に動画を送りつけた奴が、再び俺に変な動画を送りつけてこないかと危惧しているからだ。俺が A のことを完全に忘れた時、突然、LINE の通知が鳴り、動画が送られてくるのではないかと息を呑んでいる。そんな日が来るのかはわからないが、俺はいなくなった A の心配をしつつも、自分の身の心配もし続ける日々を過ごしている。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。今まで怖いと思える話に出会えたことなかったけど、この話は情景がよく表現されていて面白かったです。その場にいるみたいに臨場感溢れた怖い話。久々に寒いぼ出た。サムネとタイトルから背乗りとか拉致とかそっち系かと思ったら全然違った。まあでも面白かった。A にふさわしい品格に溢れた洋作。では次に参りましょう。第4話目は、雨女、です。ドッピオ。オチも正体もないけど気持ち悪いなーって思った地元の怖い話。思ったほど怖くないかもしれんけど、自分的にはシャレにならんなーと思ったのでここに投下します。ネガキャンってわけじゃないけど、地域特定されて変なイメージ持たれたくないから若干フェイクも入れてます。すれ違ったらごめんなさい。あと長いかもです。うちの地元っていうか3駅くらい向こうの地域には、雨女って呼ばれる幽霊?妖怪?みたいなのがいる。地元でも知ってる人はほとんど見かけない。同年代で生まれも育ちもそこっていう友達に何人にも聞いてみたけど。何それ?って言われるくらいドマイナーで、噂にもほとんどなってない噂。ネットで調べたけど、私が知ってるやつじゃない妖怪の域くらいしか出てこなかった。私自身も、
その地域にちょっとだけ住んでたことがある父親からなんかの弾みで。そういえば。みたいな感じで聞かされたから詳しいことはわかんないけど、雨女は雨の日じゃなくて晴れてる日の、人が多いところに出てくるらしい。父親から聞いた時はこれくらいしか教えてくれなくて、というか父親自体この手の話題に興味なくて知らなかった。しばらくの間ずっとモヤモヤしてた。私としてはオカルト的な話題が好きなんで、真相というかそれの正体が知りたかった。母親にはダメ元で聞いてみたけど、母親は別の県からこっちに来た人な上、その地域は百貨店とかデパート目当てだけで行くくらいしか用がなくて、そこに行くことも頻繁ではなかったから。お母さんも気になる。みたいな参考にならない返事しかもらえなかった。ちなみに母もオカルト好き。それ以上の収穫がないってわかると熱が冷めるのは早いもので、もういいやーくらいに興味も失せていた。ただ、その話を聞いてしばらく経ったくらいに、身内がやってる飲食店でただ酒飲みに行った時、店にいた40代と20代後半、くらいの男の人二人組と酒が入ったテンションで喋るようになって、その中で怖い話的な流れになって雨女の話題が出てきた。二人は小さめの建築会社の上司部からしい。私は、上司の40代男性の方に、この件ってあんま怖い話聞かないですけどあるんですかねー、って言ったら。ここじゃないんやけど、俺らの本社ある〇〇周辺に出るらしいんやわ。と言われた。当然食いついて、何ですかそれ、って聞いたら。雨女っていう幽霊なんやけど。と父親から聞いた時よりも、もっと詳しい雨女の話をしてくれた。雨女は晴れた日の人が多い場所に出る、ってところは父親から聞いた通りだった。晴れてるのに赤っぽいオレンジの傘さしてる人が見えたら、それが雨女。鮮やかで赤っぽいオレンジの傘で顔は隠れてて見えない。服は知らんけど、黒いパンプスを履いてるらしい。あと髪が長いとかなんとか。それ聞いた時は、白とかじゃないんだ、みたいな感想を抱いた。幽霊って言えば白い服とか白いアイテム持ってるっていう勝手なイメージあったから、髪長いっていうのはなんかそれっぽかったけど。そっから雨女を見たらどうなる、会ったらどうなるとか聞いてみたけど上司さんは。それは知らんな。って返すだけだった。なんかがっかりした。でも上司さんの横で相槌打ってた部下の人が。見たら運気が下がるって聞いたことある。って言った。へえ、なんでですかね？ってその部下さんに聞き返すと。晴れてるのに傘さしてるのが縁起悪いとかなんとか。みたいな微妙な返答。そこは知らんのかいって思った。そんなん言ったら日傘とかさしてらんないしきりないですよ、とか返してたら。ほんとやん。って笑ってた。いやでも日傘は日よけだから。みたいな言い訳もしてたけど。これが4ヶ月以上前の話。で、つい最近なんだけど、所用で雨女の出るって言われてた地域に行く用事があった。その地域は県庁所在地もあって観光客も多いから、イベントごとがされる時も大体その地域が主体になって行われる。その日はイベントが重なってて、環境系のイベントと、フリマ系のイベント、もう一つで店とかがたくさん出てるイベントがその地域で行われてた。私はそのうち環境系イベントの方に用事があって、その用事が終わってからバス待つついでに、フラットフリマイベントやってるとこに寄った。でも入場制限というかチケットもらって、ご時世もあって検温チェックとかも通ってからじゃないとその会場には入れなかったから、一気に面倒になった。だから外側からそのイベントチラ見した後、バス停の座るところでゲームでもしようと思って向かった。イベントが重なって開催されてるせいか、人がめちゃくちゃ多い。おまけに快晴だから少し汗ばんだ。あっつー、と思いながらバス停に向かって歩いてると、前方の道、そんなに離れてない距離にそこそこの人数が歩いていた。多分イベントに向かう途中か、帰ってる途中の人たち。その中に傘を差してる人がいた。赤っぽいオレンジ色で傘の先端が黒い。私は最初、前お酒の場で聞いた雨女の話をすっかり忘れてたから、めっちゃどぎつい色の日傘差してる人がいる、としか思わなかった。でも次第になんか変だなと思い始めた。日傘って普通裏側の生地が UV カットかなんかで黒いものが多いし、雨の日に使う傘よりも小ぶりなはずだった。
でも人混みの中に見える傘は、明らかに UV カットの加工がされてなくて太陽の光ががっつり透けてた。しかも日傘よりもでかい。雨傘やんあれ、って思った瞬間、鳥肌立った。飲み屋で聞いた雨女の特徴を思い出したから、マジで心臓キュッてなった。ただ、生まれてこの方はっきり幽霊なんて見えたことないから、まだ生きてるちょっとおかしい人間説を信じてた。でも周りの人はあんな狭い道で傘広げられてるのに全然避ける素振りも、その明らかに異常な人を一別する素振りもなくて、もしかして見えてるの私だけなんじゃないかとも思い始めていた。どうしようとは思いつつも、でもあんなはっきり見えるのに人間じゃないなんてことはないやろ、とか思ってのろのろ歩いてたら、周りに歩いてる人たちがどんどん歩いて吐けていって、人混みにいたはずの傘差したその人の全身が見えるようになった。全身といっても、頭と背中の上半分は傘で隠れてたけど、それとはそんなに距離が離れてなかったけど、後ろ向いてるってところで安心したのか、なんか逆に冷静になってまじまじとその後ろ姿見てた。黒いパンプスを履いてる。かかとが低いやつでちょっとボロかった。服はスカートなんかワンピなんかわかんないけど、鬱蒼な白に近いクリーム色の生地だった。あと足は色白。血管が透けて見えた。髪は尻が腰ぐらい。手入れせずに伸びっぱなしみたいな感じで、毛先がスカスカでチリチリしてたのがめちゃくちゃ印象に残ってる。顔は見えなかったけど、普通に生きてる人間にしか見えなかった。ただ、歩いてたら多少傘が上下するはずなのに、全然ブレてなくて気持ち悪かった。距離縮まらないようにゆっくり歩いて、1分くらいじっと見てたと思う。そしたら、そいつが急に足を止めてこっちに振り返ろうとした。慌てて手に持ってたスマホの画面に目を向けて、見てないです風を装った。地図見てるふりしながらホーム画面スワイプしてただけど、誰かが近づいてくる気配はない。チラッとスマホから顔を上げると、もう前方にはそのオレンジの雨傘の女の人はいなくなっていた。信号はそんな近くないから向こうの道路に渡るのは不可能だし、そんな一瞬で目の前からいなくなることってあんのかな？って思うと、さっきまであんなに冷静に観察してたのに我に返ってゾッとした。その後不運が続いた、なんてことはない。ただ、未だに不気味で、あの日自分が見たのは足がめちゃくちゃ速い様子のおかしい人なのか、噂の雨女だったのかはわからない。皆さんの中で雨女らしきものを見たことある、って方がいたら情報が欲しいです。やっぱりあれが何なのか気になるんで。ぐだぐだな上落ちもなくすみません。長文乱文失礼いたしました。見たらどうなるか心配してたけど、別にどうにもならなくてよかったわ。とっさにスマホ見たのが幸いしたのかもね。もし目が合ってたら。顔見たらよかったのに。オカルト好きなら自分の体験談として持ちネタできるしさ。怖い話読んで非現実を夢見て楽しんでるのに、いざとなったら逃げるなんてもったいないよな。あなたがこの雨女と出会わす機会があれば、ぜひそうしてみてください。体験談楽しみにお待ちしてますよ、勇者様。視聴者の皆様の反応を見ていきましょう。ただ酒飲んだのが一番印象に残った。ここまでスレ主の性格の悪さがわかる話も珍しいな。オチがないのが、リアルですね。では、次でラストです。最後のお話は、カエスです。どうぞ。これは怖いというか、自分には教訓みたいになってる話。だからそういう話と思って見ていただけたらありがたい。もう十数年以上前の話だけど今でもはっきり覚えてる、というか忘れたくても忘れられない記憶。こうしてネットとかで語る分にはまだ大丈夫だけど、口にするのは未だにちょっと抵抗がある。まあ、自分自身が直接経験した恐怖ってわけじゃないんだが。十数年前の話だが、自分は田舎にあるけどやたらでかい大学の大学生だった。2年生の夏休みにいつも遊んでる仲間と会うことになった。多い時には15人くらい集まるんだけど、ちょうどお盆で帰省してる連中も多く、集まったのは自分を含めて6人。男女3人ずつだった。いつもに比べて人数が少ないし、金もないということで家飲みになった。
D という明るいムードメーカーが住んでる 1DK の学生アパートにみんな集合して、冷房ガンガン効かせながら鍋、水炊きだったと思う、押しながら飲んだ。今日は周りの部屋の人帰省していないみたいだから、存分に騒げるぞ。ってことで飲料なく飲んでみんなで大騒ぎしてた。かなり悪酔いしてたと思う。で、ちょうど0時前くらいだったかな？ D が心霊スポットに行ってみないかと言い始めた。仲間でつるんで真夜中に飲んでたら、こういう展開はよくあるのかもしれないが自分は初めてだった。M が興味津々な目で。お？どこだのことだ？と身を乗り出してきた。バツバツの少し奥に行ったところにある〇〇という施設の廃墟だ。と T は言った。M も俺もみんなも、ああ、あそこか、と納得した。そこは地元では結構有名な心霊スポットだった。あくまで人から聞いた話で、詳しく知ってるわけじゃないんだが、今は廃墟になってるそこは、元は精神疾患のある人間の療養所だったらしい。療養所というと聞こえはいいが、要するに危ない人間の隔離施設。しかし、この話の時代よりさらに10年以上前に閉鎖されたということだった。そういう施設なので、閉鎖された理由は様々な憶測や噂が流れた。すなわち、入居者に施設のスタッフがひどい虐待を日常的にしてたとか、女の入居者は男のスタッフにレイプされてたとか、そして死人が何人も出たが、その死因をごまかしてたとか、そういう施設が閉鎖された原因の噂としてはよくありそうな内容だった。D はそこに行ってみようと言い出したのだ。M はノリノリで。おお、いいねえ。俺も前からちょっと気にはなってたんだ。とか言ってテンション上がってた。女の子たちは、どうしよう、と戸惑いながらも興味があるのか、顔は笑ってて盛り上がってた。一人だけ全く乗り気じゃなかったのは俺だけだった。俺は霊とかそういう類のものが昔から大の苦手だった。真夜中にそんな曰く付きの心霊スポットに興味本位で行くなんて絶対嫌だ。そんな俺の様子に気がついたのだろう。M がニヤニヤしながら。なんだ？ N、お前ビビってんのか？とからかうように絡んできた。図星だったが、認めたくなかったので最初は、いや、別に。などと適当にごまかしていたが、M が。おいおい、やっぱり K空手の黒帯はそんなもんか？などと嫌なことを言い始めた。M が言うように自分は K空手、フルコンで有名な某空手流派の黒帯だった。自分は小学生くらいまでとにかく泣き虫の弱虫で、いじめられることも多かった。それが嫌で、中学生になってから空手を始め、それなりに強くなったと思う。が、根本的な性格というのはやはり変わらないのか、気が小さいというのは同じだった。特に前述したように、霊的なことは大の苦手だった。しかし、そこをからかわれるのは自分にとって一番悔しいことだ。確かに自分は気が小さく臆病で、そしてそれが子供の頃から大きなコンプレックスだったのだ。だからビビリとか臆病者とか言われるのは自分にとっては耐え難い屈辱で、口に出して怖いよとは認めたくなかった。でも M はさらにそこをしつこくついてきた。正直に怖いって言えよう。K 空手よう。などと絡んでくる。なんでこんなに K 空手を強調してくるのかはわかっていた。実は M も S 空手、同じくフルコンで有名な流派の黒帯だったのだ。それで M と仲良くなったというところもあるのだが、それがゆえに M はちょくちょく対抗心を出すかのように自分にそのネタで絡んできた。もちろん冗談半分だったと思うけど、それでも自分には屈辱だった。臆病者と思われるのも、苦労して稽古してきた空手を悪く言われるのも、ダブルで屈辱だった。さらには女の子たちもいる前で、ビビってると思われるのはプライドが耐えかねた。少し頭に来て、怖くねえよ、言ってやるよ、という言葉が喉元まで出かかったが、実際には、ああ、怖いんだよ、と言って正直に怖いことを認めた。すると M も T も、あ、やっぱり。おい、K から手が泣くぞ。などと好き勝手にからかわれた。酔ってるとはいえ、散々な言われようで腹も立ったが、そこはぐっとこらえて、とにかく俺は怖いからいい。お前らだけで行けよときっぱり断った。すると、エイミも、私も怖いからいいよ。と行くのを拒否した。その後もいろいろからかわれたり一緒に行こうなどと言われたが、最終的に T と M、女の子は Y 子とあるこの4人で行くことになり、俺とエイミは残ることになった。4人は最後まで、
この二人だけにしていいのか？帰ってきたら裸で抱き合ってるなんてやめてくれよ。など言いたい放題言って。一時間ほどで帰る。それで帰ってこなかったら幽霊にやられたと思ってくれ。と言い残し、テンション上がりっぱなしで T のワゴン車で出て行った。思いっきり飲酒運転だったが、当時は法律も今よりずっと甘く、飲酒運転の罪悪感も今より薄かった。エイミと二人っきりになったが、言われたような怪しい雰囲気になることもなく、深夜テレビを見ながら二人で他愛のない話をして過ごした。そして一時間はあっという間に過ぎたが、四人はまだ帰ってこない。俺は冗談で、本当に霊になんかされたかな？とか言っていたが、それからさらに一時間経過しても帰ってこない。これはちょっとシャレにならないか？と思ってたら、エイミも不安そうな顔で。ねえ、ちょっと遅くない？と心配し始めた。そうだよな、と俺も心配になり、携帯に連絡してみた。が、繋がらない。繋がらないというのは電話に出ないとかじゃない。呼び出し音もしないし、おかけになった電話は電波の繋がりにくい状態にあるか、とかいうアナウンスもない。さらには、という話中のような音もしない。とにかく、発信してみても何の反応もないのだ。おい待て、こんなことあるか？と少しゾッとした。エイミも自分の携帯から連絡してみたが、全く同じ状態で。絶対おかしいよこんなの。と青い顔で半ばパニックになってた。しかし、どうしていいのかわからない。車はなかったので現場に行くこともできないし、何が起きてるかもわからないのに警察等に届けるのもためらわれた。走行してるうちに3時間が過ぎた。何度やっても電話は相変わらず全く無反応。エイミがさすがにもう警察に言おうと必死に言ってきたので、自分ももうそれしかないかと思ってた時だった。俺の携帯が鳴った。慌てて表示を見ると、T からだった。俺はほっとして T だよとエイミに言うと、エイミもほっとしたようだった。やれやれと思いながら電話に出たのだが、何も聞こえてこない。なんだ？と思いながら俺が、おい、お前ら何やってんだよ。何時間経ってると思うんだ？とさすがに怒って言った。が、やはり何の反応もない。周囲の雑音というか、さーっという空気音だけが聞こえる。不気味で怖くなってきて、おい、ふざけるなよ。なんとか言えよ。どこにいるんだよ？と言ったが、やはり反応がない。自分は完全に怖くなって何も言えなくなってしまい、携帯を耳に当てたまましばらく固まっていると、雑音の中から小さいけどはっきりした声で、返す。という言葉が聞こえた。は？と思ったが、そこで、ブツ、ツー、ツー、と電話は切れた。おいと言ったが、もう電話は切れている。何の反応もない。返す、と確かに声は言った。しかし、その声は聞き覚えのないものだった。短い言葉だったが、聞いたことのない、とにかく異質な声だった。T のものでも M のものでも Y このものでも R このものでもない。そもそも男か女かもわからない。なんだか抑揚のない、発音もしっかりしてないまるで機械が喋ったような声だった。返す。返す。返す。それとも他の意味？そもそもどういう意味なんだ？嫌なことにこの声はなぜか今もはっきり覚えていて、思い出すとまだ震えが来る。エイミが何？という顔で俺の顔を見ていて、それでようやく我に返り、T に連絡し直そうと着信履歴から番号を出そうとした。が、T の着信が履歴に残ってない。おかしいと思ったが、何度確認してもやはり履歴に残ってなかった。おかしい。履歴にない。表示は確かに T だったのに、というと、エイミは。え？どういうこと？ T 君じゃなかったの？何だったの？と怯えた声で聞いてきた。でも説明ができない。とにかくもう一度連絡し直そうと、発信履歴の方から T に電話した。すると今度はちゃんと呼び出し音がした。それには少し安心したが、ただ呼び出し音が鳴るだけで誰も出ない。何度も繰り返し電話したが、ひたすら呼び出し音が鳴るだけ。エイミもアイコやアルコに電話してくれたが、これもまた同じだった。二人の不安はもう限界になって、110番をしようと決めたまさにその時だった。アパートの部屋の前に、T のワゴン車がものすごい勢いで止まったのが分かった。ああ、帰ってきたかと一瞬ほっとしたが、様子がおかしかった。車をアパートの駐車場に入れることもなく、エンジンもライトもつけたまま、ドアが開いてバタバタと慌ただしく降りてくる音がしたのだ。
うん？と思ってると、どんどんと部屋のドアをものすごい力で叩く音と。おい、開けろ。開けてくれ。という T の悲鳴みたいな叫び声がした。なんだ？と思いながら急いでドアを開けると、M と T が。はぁとか声にならない叫び声を上げて靴も脱がずに部屋に飛び込んできた。おい？と俺が言うのも聞かず、M は部屋の奥に行って。あ。と頭を抱えてうつ伏せになり泣き叫んでた。さっきも言ったように、M も空手の黒帯で体もでかくてごつい。なのにそんな体を丸めて、悲鳴のような声をひたすら上げる。D の方はトイレに行ってゲーゲーとゲロを吐き、さらに。畜生、なんだよ。ふざけんなよ。と意味不明なことを大声で言っている。何がなんだかわからず、俺がドア付近に呆然と立っていると、R 子が全身が脱力したようにフラフラしながら部屋に入ってきた。エイミは T と M の尋常じゃない様子に手を口に当て、ただ泣き顔になってたが、そんな R 子を見ると我に返ったのか、R 子、と R 子に飛びついた。そして、ねえ、どうしたの？何があったの？と半ばパニックになりながら、R 子にしがみついて聞いた。が、R 子の顔を見て俺も、エイミもハッとした。目がうつろで見るべきでない方向を見てた。表情にも全く抑揚がなくて、放心状態だった。R 子はゆっくりと台所の真ん中あたりまで行くと、壁にすがり、そのままずるずると床にへたり込んだ。エイミも俺も恐怖で体が固まり、動けなかった。が、そこでワイコがいないことにようやく気がつき、青くなった。おい、ワイコは？どこいる？と大声で言ったが、誰も答えられるような状態じゃなかった。まさか、置いてきたのか？とゾッとして、やっと体を動かし、慌てて車まで行った。すると、ワイコが助手席に座っているのが見えた。置いてきたわけじゃないんだなととりあえずほっとした。助手席のドアを開けて、おい、ワイコ、と大声で言ったが、車の中にものすごい匂いが充満していて思わず顔を背けた。明らかに大便の匂いだった。そしてそれは座ってるワイコの下半身から匂ってくるのが分かった。暗くてよく見えなかったが、どうやらワイコが漏らしているようだ。俺は思わず、うわ、と声を上げたが、そんな場合でもないと思い、おいワイコ、とワイコの体を揺すったが、ワイコは目をつむったまま全くの無反応。口がだらしなく開いていて、よだれが大量に流れている。これはもうただごとじゃないと、体が震えた。救急に連絡しようと、部屋に戻ると、さっきより静かになっていた。R 子は台所の床にへたり込んだままで放心状態。D はトイレにいて先ほどとは違い静かになっていたが、しゃがみ込んだままやはり放心状態でトイレの壁にすがり、うつろな目で天井を見ていた。さらには小声でブツブツと不気味に何かをつぶやいている。M も静かにはなっていたが、相変わらず体を丸くしてうつ伏せになったままで、ヒー、ヒーと泣きながら小さく悲鳴を上げていた。エイミもパニックになってるようで、口に手を当てて声を押し殺すように泣いていた。誰かに話しかけられるような状態じゃなかった。出かける前までみんなあんなに楽しそうに盛り上がってたのに、今は地獄絵図のようだ。とにかくこれはもう尋常じゃないと思い、外に出て、怖くて中には入れなかった、やっとの思いで救急に連絡した。救急車が来るまでの間、自分はどうしたらいいかわからず、ひたすら外をうろうろしていた。正直何をしていたかここだけはあまり覚えていない。しばらくして救急の人が来たけど、その状態を見てさすがに顔がこわばってた。何があったか聞かれ一応説明したのだが、俺もパニックになっていて尻滅裂だったな。それでもなんとか分かってもらい、全員病院に移送できることになったが、事件性があるかもしれないから警察に連絡した方がいいと言われ、警察にも連絡した。警察が来る頃にはエイミもなんとか事情を話せる状態にはなってた。救急隊員の人には病院に行くかと聞かれたが、大丈夫だと断ったらしい。とりあえず警察にも説明したが、事情が事情なので警察の方もどうしていいかわからないといった様子だった。ただ、警察は T たちが車の中でドラッグでもやってたんじゃないかと疑っていたようだ。結局それらしいものは何も見つからなかったし、それ以外にも事件性を疑わせるようなものもなかったらしく、警察の方はとりあえずそれで何もなく終わった。でも問題は4人のその後だった。全員そのまま入院した。家族などから容態を聞いたのだが、医者の話では恐怖感で精神錯乱になったのではないかと思うが、
それにしてもよくわからないと頼りない説明だったという。親などからは自分とエイミに説明を求められたが、自分もエイミもただ会ったことをそのまま話すしかなく、もちろんそれで親が納得できるわけではなかったが、自分たちに聞いてももう仕方ないと思ったのか、しばらくするともう何も言ってこなくなった。でも、4人が入院してからの事態は深刻だった。ああ、さすがに思い出して鬱になってきたな。今までの記憶ももちろん嫌だが、ここからが自分にとって一番鬱なんだよな。まず T が死んだ。自殺だった。入院してわずか2日後にいきなり部屋から飛び出し、階段を駆け上がって最上階の窓から飛び降り自殺したらしい。入院してからはおとなしくしてたので一般の病棟で様子を見てたらしいのだが、本当にいきなり叫び声を上げながら部屋を飛び出して、止める間もなかったという。そして M も死んだ。これは今でもよく死因がわからないらしい。やはり一般病棟でおとなしく入院してたのだが、入院してちょうど1週間後に、こちらもやはり突然何か奇声のような声を上げてベッドの上で暴れ出したかと思うと、急にぐったりとなり、そのまま亡くなったそうだ。R 子は精神状態がひどく、その手の病院に移送されて入院したということまでは聞いたが、その後のことは全く知らない。そして、Y 子だが、こちらは一番まともで、結局1週間入院しただけで退院できた。ただ、その後も精神が安定することがなく、精神科に通院はしているという。そして、大学も辞めてしまった。大便を漏らしていたことは全く記憶にないらしい。何らかのショックで失禁したのかもしれないが、その何らかが何なのかが結局わからない。一度だけ、エイミとその時はいなかった他の仲間とでワイコに会いに行ったことがある。他の連中には、警察や親とか以上に何があったのかあれこれしつこく聞かれてうんざりした。夏休みも終わり、11月になってからで、行っていいかどうか迷ったが、ワイコが構わないとのことで会いに行った。ワイコは比較的元気そうで、よく笑って話してくれた。あの時の話はもちろん出さなかったが、大して気にしてるようにも見えなかった。ただ、結局何があったのかだけは話さないらしい。両親が慎重に聞き出そうともしたが、泣いてパニックになったので、もう聞こうとはしなかった、と。あの時何があったかを知っていて、比較的まともなのはワイコだけなのだが、そのワイコにはそれ以来会ってないのだが、とにかく生きていることだけは確かなようだ。エイミとはまだ連絡を取り合っていて、結婚して子供もいる。でもあの時のことは未だ思い出したくないらしく、以前電話で少しその話題になりそうになった時も、その話はやめてと強く断られた。俺もその後は普通に就職して普通に結婚した。子供はまだ。今は普通に生活しているが、あの時のことはもう誰にも話していない。不思議なもので直後は結構いろんな人に話したりしてたのだが、時間が経つとなぜか話すのが苦痛となり、話さなくなった。ただ、実はあの時かかってきた電話の内容は誰にも話してない。エイミにも話すタイミングをなくしてしまった。ここで書くのが初めてとなる。あの機械のような不気味な声。返すというのはやっぱりお前らのところに返してやる、ということだったのか？でも確かに返っては来たけどさ。最後に、最初にも言ったように、この出来事は自分にとっては教訓となっている。つまり、例えば蚊にされようが、屈辱であろうが、やはり危ないことや悪いことは断固として断ることが大切だということ。子供への説教みたいだが、もしあの時つまらないプライドにしがみついて、一緒に行ってたら自分もどうなってたかわからない。断る力という本が話題になったが、あれは本当。勇気を出して断る決断がその後を左右することになる。ただ、そんな俺も事故で左足が膝下から亡くなったんだけど。では、みんなのコメントを見ていきましょう。集まると心霊スポット行きがち。返すに、いらんって言ったら、帰ってこなかったのかな。肝試しでひどい目に遭う話は、もっと語られた方がいいよね。最後、ってなるよね。片足がなくなった。おい、それは俺のせいじゃない。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。